3年連続最下位が危うい立浪ドラゴンズに、谷繁元信が挙げた後半戦の意外なキーマン。今シーズンが始まった頃、中日ドラゴンズは8年ぶりの単独首位に立ち、名古屋は久しぶりに沸いた。しかし7月21日に前半戦を終え、中日は今季ワーストの借金8で5位。もちろんファンが納得できる数字ではない。立浪和義監督が2022年に就任したが、球団史上初の2年連続最下位に低迷。チーム再建を掲げていたが道半ばだ。立浪ドラゴンズ勝負の3年目、高橋宏斗、細川誠也、田中幹也、松山慎也ら投打でチームの核になる若手は台頭してきている。若手選手が白星を重ねれば成功体験になり、チームは変革するスピードが加速するだろう。そこで元中日監督で現役時代名捕手だった谷繁元信氏は、開幕前から今年は選手層が厚いので大丈夫だと語り、今シーズンの優勝もあるかもしれないと言っていた。その理由を、どれだけ下馬評が低くても選手が急激に力をつけることもあるし、新戦力がハマることもある、こればかりはやってみないとわからないんですよ。近年はヤクルトだって2年連続の最下位から優勝していますから、選手たちがこの悔しさを糧にどれくらい伸びていけるか、そこに全てがかかっていると思いますと述べていた。シーズンも後半戦を迎え、谷繁氏はせっかく8回9回にいいピッチャーがいるので、7回終了時点で1点でもリードする、そういう野球に徹すればどうかと語る。そして谷繁氏の言うキーマンは、中田翔やライデル・マルティネス、高橋宏と細川誠也ではなく、意外な選手だった。立浪ドラゴンズの逆襲。7月24日、中日の大島宇一郎オーナーは球団を通じて、前半戦終盤は苦しい戦いが続きましたが、4月には2891日ぶりに首位に立つなど、昨季までとは違う戦いぶりを見せてくれていると思います。本調子でない選手もいる中で、一回りも二回りも成長した姿を見せてくれる若手もいますし、新戦力の活躍も目立っていますと評価し、後半戦の巻き返しに期待を寄せた。しかし前半戦を振り返れば、長年の課題である貧打の解消に向け、立浪監督は昨オフに中田翔、中島博之、上林誠二と実績のある選手たちを補強したが、稼働しているとは言えない。4番で期待された中田翔は、度重なる故障で2度のファーム降格を経験し、53試合出場で打率2割1分6厘、4本塁打、20打点。ベテランの中島は代打の切り札として期待されたが、開幕から13打席無安打と結果が出ていない。収穫は阪神を戦力外で退団し、育成契約からシーズン途中に支配下昇格した板山雄太郎だ。37試合出場で打率2割9分0厘、2本塁打、10打点をマーク。勝負強い打撃を見せて奮闘しているが、打線全体の迫力不足は否めない。オーナーの期待と裏腹に、一部辛口のファンから8年前の2016年のシーズンに似ていると言われている。2014年4位、2015年5位、そしてこの年専任監督になった谷繁元信監督も勝負の3年目だった。この年も5月10日に中日は一時単独首位に立った。ところが首位浮上も3日で陥落し、6月7月に失速すると、8月9日に谷繁監督が事実上の解任となった。19年ぶりの最下位で終戦と、散々な1年となったのだ。当時を知る球団関係者は、大崩れしたのは交流戦に入ってから。リーグ戦では強気に相手打者の内角を攻めていた投手陣が、データ不足も相まってか、追い込んでから外角にしか投げられず痛打される場面が急増。体勢を整えられず、そのままずるずる借金生活を歩んだと、ドラゴンズの倒壊が原因だったと振り返る。さらにレギュラー陣の離脱も響いた。シーズン終盤には主砲の平田良介が右肩痛でアウト。当時の主力選手は、
今年なら中田翔がそこに当たるという。そんな苦い経験をした谷繁氏は、現在の中日を明るく冷静にプロの目線で分析する。ピッチャー陣は8回を投げる投手もいるし、9回には絶対的守護神のライデル・マルティネスがいるので、8年前のような問題はないという。そして谷繁氏は、俺もそうだったんだけれども、負けが続くときは試合中の勝負感が鈍ってるんだよと語り、点を取りたいがために動くと裏目に出る、動かずに我慢すると裏目に出る、結局どっちつかずの采配が続いてしまったと当時を振り返る。そこでスタメン変更、ポジション変更、1軍2軍の入れ替え全てがうまく噛み合っていない状況に陥っているのが今の中日だという。さらに谷繁氏は明らかに問題なのが打線だと指摘する。中日には一体どういう打線なのかが明確になっていないという。例えば横浜 DeNA ベイスターズは打つチーム、バントなしでとにかく打つ、打てなかったら負け、打てたら勝ち。7月18日時点でバント数は32個、これは他の5球団と比べると半分。横浜スタジアムというサイズもあり、豪快に打てる選手を並べる。また動きまくるのは広島カープ、盗塁成功数は44個と突出しているわけではないが、失敗も含め走った数は82、これはリーグで突出した数字だ。盗塁とエンドランでかき乱す野球、広島の打線は打てる選手の中に走れる選手を並べてくる。そこで中日は走るのか打つのか、はたまたフォアボールを選ぶのかと熱く語る。続けて、今の中日は全員が走れるわけではないので、小技を使って1点をしぶとく取りに行くチームスタイルにするべきではと述べる。そして谷繁氏が起死回生のキーマンとして挙げた選手は、キーマンはイチロー2世。谷繁氏が言うキーマンは、ズバリ昨シーズンまでイチロー2世と呼ばれた外野手、岡林勇希だ。今シーズンは右肩痛の影響で開幕1軍入りを逃し、4月19日に合流後も打率1割台と低迷し、らしくない数字に終始していた。元横浜の高木豊氏は早くから、僕が一つ気になるのが1番バッター岡林が上がってこないんですよと、龍の若き安打製造機の状態を気にしていた。トータル的に考えたら1番は絶対に岡林なんですけどと、会での立浪監督のスタメン起用に疑問符を提示していた。今年22歳の岡林はドラゴンズの地元三重県松阪市出身で、 NPB における21世紀生まれ初の打撃タイトル、2022年セリーグ最多安打タイトルの獲得者でもある。イチローと同じくピッチャーだった岡林は三重県菰野高校に進学する。3年夏はエースで4番としてチームを県大会ベスト4に導いた。2019年10月に行われたドラフト会議で中日から5位指名を受け入団した。兄で元広島の岡林翼のアドバイスもあって、プロ入り後初の春季キャンプから外野手に転向する。岡林の名が全国区となったのは2022年のことだ。レギュラーの座をつかむと、いきなり最多安打にベスト9、ゴールデングラブのタイトルを手にした。不振に苦しむ中日の中にあって、打ってよし、守っても7捕殺はリーグトップ、走って24盗塁と3拍子揃った活躍で大ブレイクを果たしていた。2019年のドラフト1位は石川昂弥で、甲子園で活躍して高校日本代表の4番も務めた石川に対して、岡林はほぼ無名に近い存在だった。岡林の高校時代はエースで4番で、ほとんど本格的な打撃練習もしたことがなかったという。それでいてプロ1年目のキャンプから非凡な才能は首脳陣の目に留まる。中日には俊足高打の左打者といえば大島洋平。その大島が長く守ってきた1番センターの座を岡林が受け継ぎ、後継者として歩み出していた。岡林の魅力は、なんといってもコツコツと安打を量産するだけでなく、スピード感あふれるプレーも見ることができる。去年までの岡林なら首位打者のタイトルを取ることは不可能ではない。
そこにプロでもトップクラスの俊足と強肩が加われば、イチローに最も近づいた選手となってもおかしくはなかった。その証拠に2023年8月10日、岡林が連続試合安打を1994年のイチローに並ぶ23に伸ばした。しかし、この日の中日は7度目の4連敗を喫した。岡林は、僕がやることは塁に出ることだけ。何でもいいのでチームが勝てるように最善を尽くしたい。と笑顔はなかった。昨シーズンの岡林の成績はリーグ最多の584打席で3位の163安打を放ち、打率は2割7分9厘。無限の可能性を秘める岡林という男はもっともっと注目を集めてもいい存在だった。そこでプロ5年目を迎えたヒットメーカーに何が起こったのか。現在不振にあえぐ岡林を谷繁氏はキャッチャー目線で分析する。岡林は開幕につまずいた選手あるあるになっているという。続けて谷繁氏は、開幕に2軍スタートで1軍に上がった選手は結果を求めるため、バットの芯でボールを捉える綺麗なヒットを打とうとする。キャッチャーからすると詰まるのを嫌がっている、あるいはタイミングをずらされるのを嫌がっているように見え、バッターはタイミングをずらせば全く怖くないと語る。昨年までの岡林はイチローのように詰まってのポテンヒットも泳いでの内野安打も何でもあり、泳ごうと詰まろうがとにかく塁に出ることに徹する姿勢に見えた。キャッチャーからするとこういうバッターはやりづらいようだ。なおも谷繁氏は、今後岡林のボテボテの内野安打や詰まった当たりが点につながれば、お立ち台に立つようなゲームが増えてくればドラゴンズは浮上するだろうという。下位打線で作ったチャンスを1番で返す、しぶとく1点を取ることができるかどうかだ。チャンスメーカーであり時にポイントゲッターの役割を岡林は一昨年と昨年は果たしてきたのだ。谷繁氏はそういう仕事ができていればチームの息苦しい感じが開けてくるんじゃないかと語る。そこで7月20日本拠地のバンテリンドームで岡林が32打席ぶりのタイムリーヒットを放った。2点を追う9回2アウト1、2塁で岡林は代打で登場する。巨人の守護神大勢の157キロ直球を逆方向へ。セカンドランナーの細川をホームに迎え入れて1点差に詰め寄ったが、試合は中日が3対4で敗れた。岡林は巨人に今シーズン150キロ超えの速球に対してこの打席まで24打数2安打。練習で良くないと試合でも良くない、いい形で打てるようにと語っていたように、少しずつ自らの打撃を取り戻していた。 CS に進出すれば。現役時代幾多の優勝を経験している谷繁氏は、仮に僕が今の中日で現役の選手だったとしたら、歯を食いしばって勝つために必要なことは何でもやります。自分の力が足りていないならとにかく練習するしかない。僕の場合はキャッチャーなので、技術的なことだけではなくデータや戦術も役に立つと思ったものは可能な限り取り入れてみるでしょうねと語る。立浪監督になってから中日は首脳陣やフロントに対して批判的な報道もいろいろとあった。しかし結局のところ負けているからメディアにも叩かれるわけである。勝てば誰も文句は言わない。中日は巨人阪神と並ぶ老舗人気球団。3年連続最下位になりかねないこの低迷に数多くの批判が噴出する。そしてチームが下降線をたどり、立浪監督に対する風当たりが強くなっている現状で、気になるのは来シーズンの去就問題だ。あるスポーツ指揮者は、3年連続 B クラスに沈むようだと立浪監督の契約延長は厳しい、ただ CS 進出すれば続投の可能性が出てきます。セ・リーグは混戦が続いているので、勝負の後半戦で食らいついていけるか、1日でも早く借金を完済しないと厳しくなると語る。そこで立浪監督は後半戦を振り返って、チャンスでの打席で力んでボール球に手を出してしまうところが前半戦の大きな反省点、投手も頑張ってくれている、
もう少し打席の中で踏ん張り思い切りが出せるようにやっていきたいと。やはり一番の問題点は打撃陣の奮起と見ているようだ。諦めるのはまだまだ早いようだが、そこで皆さんは立浪ドラゴンズの後半戦をどう予想しますか？コメント欄で教えてください。